で、その解釈の方法に、妙体周遊経という5つの解釈法があります。これは天台大師の独創でありまして、要は仏教というものを本当に深く通じた天台大師が、ご自分でこの仏教のこの反尺、縦分けを開発した。だからつって我見じゃないんですよ。これとかく天台大師を誹謗する人も結構いて、例えば十如是、如是僧、如是小、如是大、如是力っていう十如実相は、実は、サンスクリット語の原点には10個は載ってないとかね、そんなような言い方で誹謗してくるやつがいるわけです。要するに熊羅什を誹謗してるってことも言えるけどね。でもそれは熊羅什にしろ、法華経を漢訳した熊羅什にしろ、ですからそれをもとに一念三千というものを開発した、見極めた天台大師にしろですよ。深くその仏教に通じた上から来るとこの解釈なので、そういうことわからん、その現代のエセ学者どもがどんなに天台大師なりにね、ちゃちゃを入れても全くそんなものは通用しないんですよ。その辺ネットでもね、時々そういうのが出てくるのはこれからもあると思うけど、決して我々はそんなものに動揺する必要なく、義というものにおいて仏教に通じておったのが熊羅什であり天台大師だから、この妙体周遊経というこの反釈方法、解釈方法も天台大師が確かに独創ではあるけども、一番最初に言い出したんだろうですけども、その意義としては当然仏教の底流に流れておるところの深い原理と全く軌を一にしてるってことなんですね。で、妙体周遊経の名とはまず名前ということであります。大聖人様も一切名の大切なること気だしもって格のごとしと、名前というものは非常に大事だということを仰せであります。名前のあるところ体があり、体があるところその事物の因がすなわち周が備わっておりますと。まず物事、事物には必ずあらゆる森羅万象全てに名前がある。名前がないなんてことはないんだよと、存在している限り。で、その名前があれば必ずそこには体が、その実体があるってことですね。で、その実体があれば必ずその事物には因果があるんだと。で、この因果というものを宗と呼ぶんだってことですね。で、従ってまたその事物に働きというものがあり、それはそうですね、何にも働きのない存在なんてありえないんで、存在している限りは必ず何らかの働きがある。さらにはその事物を正しく認識し評価するための解説、すなわち経があります、教えがあると。そういうもう物事は全部そうなっておると。だから分かりやすく芸がおっしゃってますね。ですから茶碗には茶碗、鉛筆には鉛筆、いかなるものにも名前、それから実体、その因果、働き、そしてその説明なり、評価する解説というものが必ず備わっているのであります。しかしそれを釈尊の悟りの法という上から考えますと、ことほどさように簡単にはいかないのでありますと。一般のものを例えて言えば、なるほどなるほどと、こういうふうにみんな納得するんだけども、お釈迦様の悟りからこの妙体周遊経というものを説明していくと、そう簡単にはいかないんだよと。特に今までのあらゆる教えがことごとく方便であるとして払われたところの妙法蓮華経の名前とその実体、それから因果の筋道というもの、働き、それから妙法蓮華経の教えということになりますと、実に深い意義があります。前にも触れましたが、釈尊のあらゆる教えと法華経との関係は大問題ですけれども、実はあらゆる教えと妙法蓮華経とは能界初回の関係があり、これは能界っていうのは開く、よく開くって意味ですね。能動的に、主体から開く、そして積極的に開く。で、初回っていうのはそれによって開かれたところって意味なんです。これよくこの能と初っていうのは御所の経学に何度も出てきますから、体得してほしいんですけど、これ簡単に言うと、法華経から全ての教えが開かれてるんだってことですね。法華経がよく開く側、
法華経が開く側で、法華経以外のお経典なり教えというのは開かれる、妙法蓮華経から開かれる側なんだよという関係性にある。でその全、まあ、農会初会の関係があり、その全部が妙法蓮華経から出て、また妙法蓮華経へ帰るという意義をきちんと説いておかなければ、妙法蓮華経を正しく説くことにならないのでありますと。で、他の経典はその経典だけで解釈し、その経典だけの内容を考えればよいのであるということを妙楽大師という方が言われておりますと。まあ、要はその他の経典というのはもうそもそも方便だし、教え自体もそんなに深くないので、一つの知識としてその経典だけを解釈していれば、まあ一応それでよしと。だけど妙法蓮華経となるとそういうわけにいかないよと、関係になればね。でところが妙法蓮華経はあらゆる教えを全部対象として入れて、その教えと妙法蓮華経との関係を全部総合的対極的にきちんとしなければ、妙法蓮華経の完全な教えの層というものが出てこないのであります。これを天台大師がそのように悟られて、そして法華経を解釈されたのが元義でありますと。でその内容としてまず、七番偶下、次に五十覚説というのがありま、いうものが、いうのがあります。七番偶下は表彰、印象、正気、会合、良権、肝心、栄という七つの形において妙体周遊経を偶じて、釈しておるのです。偶じてということは妙体周遊経を全部つかねて七番に偶下しておるのでありまして、まあ非常にここは分からないけど、まあちょっと下に解説を入れときましたからね。でそして、表彰、まあ簡単に芸官がこうさらっとおっしゃってます。表彰は念心を、印象は信心を、正気は上心を、会合と良権と栄は恵心を、肝心は精進の心を起こさせて悟りの道に記入せしめるという意味を持つのであります。ちょっとね、ほんと何言ってんだか分かんないっていう状況ですけど、ちょっと解説いきますね。法華経の原義を、まあ今言った妙体周遊経、名前、本質、目的、まあ、因縁とも言います、因縁ですね、それと働き、それと教えと仏教全体の組織の語について論じるのが法華原義、法華五十原義に他ならないと。まあこれはあの五十原、今の妙体周遊経の説明ですね。でこの妙体周遊経の解釈法として、妙体周遊経で論じなければならない問題を提示するのが表彰ですね。まあまあこのまんまですわ。で経典を引用して根拠とするのが印象、妙体周遊経の順序を論ずるのが正気、分析し統合して考えるのが会合、問答の形で論じるのが良権、妙体周遊経を対象に肝心修行するのが肝心、他の異説を評価して高い立場からそれを理解して受け入れるのが栄である。これが法華原義の七番偶下であると。まあこれもちょっとね、説明ざっと言いましたけど、まあこのくらいにしとかないと、まあ先に進みましょう。まあこういうざっくりそういうことで、妙体周遊経をもって、一切の妙法蓮華経をベースに一切とのお経典との関連性なりそういうものを解き明かしたのが法華原義ですよと。そしてここから芸家の言葉です。それから五十覚説という方は妙法蓮華経という名前についてまず解釈されます。すなわち法は心仏衆生の三法をもって、法界一切の諸法をくくりと。妙とはこの三法の遠遊平等不思議な実相を示し、釈門の十妙本門の十妙等を説かれていますと。まあこれもですよ、まあ、ちょっと参照に、解説読みますね。釈門の衆生法における境地行為三宝三宝観音神通説法眷属功徳利益の十種が、まあこれは要するに十妙釈門の十妙の話ですね。
そ、そっていうのは何かったら洗いとか、雑、未完成っていう意味です。そっていう仏教、仏教でいうところのそっていうのはね。でこれは、造教、つまり阿言行ですね。造教、それから通行別教っていうのは、語字で言ったら、報道般若のあたりのお経典、そして、まあ、要するに仮言、言であると。それが素、洗い、未完成ってことですね。で、その、ではなくて、なく、妙、遠行、で、実教であると。であることを、家法、司教によって具体的に説明するのが、釈門十妙。家法っていうのは今話した、造、通、別、縁っていう、そのお経典の持ってる本質的な、性質。そうだね、お経典が言わんとしている内容をこのザクッとくくったのが造経、通行、別経、そして円満な円行っていう、これを司法、あの家法の司教と言います。でそれによって、つまり法華経釈門が、それまでの、造通別円、つまり家言、阿言、報道、般若に比べて、住において優れておると。その十っていうのは、この今言った、経において、それから地において、行において、位において、三宝において、官能、神通、説法、眷属、功徳、利悪と、この十種のにおいて、明らかに優れているということを説明しているのが、釈門十妙なんですね。そして、次が、本門の主乗法における、本人、本我、本国道、本官能、本神通、本説法、本眷属、本涅槃、本寿命、本利悪、この十種を釈に対する本として示すのが本門の寿命。本、ここね大事なんだよね。あの天台大師とかは、天台大師は、釈門が、優れてる、法華経が優れてるっていうことにおいて、基本的に釈門のことをこの表に立ててるんですけど、実は随所随所に本門の方が優れてるっていう、そういうやっぱりお心があったってことは、あの門章としてちゃんとあるんですね。でここだってよく今の読めば、要は釈門と本門比べて十門の方が、あ、本門の方が十種の、あの尊いんだと言ってるわけですから、明らかにそのこれをその、釈面本理って言うんです。釈門を表に立てて本門を裏に立てたけども、お心は、まあ、明らかに本門が、あの優れておるということはちゃんとこの、ご理解して、当たり前だけど、あの分かっておったということなんですね。で次でまた戻ります、芸家の言葉に戻りまして、で次に、また蓮華の比喩、東体等を説き、つまり蓮華っていうこの、お言葉に対しての比喩蓮華という意味と、それから東体蓮華っていうこの意味を説かれたってことですね。でさらに経の意義が説かれておりますと。でこれまで、ここまでを、法華原義におけるところの釈明というんですと。でそれから体を弁ずる、体を弁ずるとは諸法即実相の明体であると、ありと、あると示し、これを弁体で、宗は、不思議無目な一物上の因果を明かすのであります、これを明宗。まあこれだから、あの釈明の明を取って明体宗有教っていうことになるんですよ。あの本当の名前は釈明、弁体、明宗、論用、般行っていう名前のその後ろの方を取って明体宗有教と、こういうふうに言うわけですね。で、宗は不思議無目な一物上の因果を明かすのでありますと。まあ要は妙法蓮華経のその一物上というもののこの因果因縁を明かされておると。でそれから論用というのは、談義昇進をもって菩薩を導く言うとするのであり、あり、まあ、談義昇進というのは疑いを立って真を生ずるという意味ですから、あのあれですね、あの道宗将棋、ゆじゅっぽんの十一ゆじゅっぽんの時の、なんでこんな優れた、老僧、まあ
尊いご立派な十の菩薩たちが現れたのかっていう、その道衆正義に対する言葉です。談義昇進というのは、とうとうその意味が菩薩方は本当に心の底からその疑いが晴れたというようなところの話なんですけど、まあまあちょっとここはさっさと行きますよ。で、半行は五時八行、これいいですね。五時っていうのは再三言ってるように華厳阿厳報道般若法華涅槃っていうお釈迦様の教えを時間軸に当てて反弱している見方を五時と言いますね。で、八行というのはさっき言った今度は教えの内容、造行なのか通行なのか別行なのか縁行なのかっていうことにおいて反弱しているのを四行、華法の四行、それから善行、要するに直ちに説いたのか、あるいは、ゆるゆるに説いたのか、人に分かるように、ある人にしか分からなくてある人に分かるように説いたのかとか、ある人に説いたんだけど全員に分かるように説いたのかとか、まあその仏様のその説法の仕方ね、その説法の仕方をもって、懸疑の四教という4つに分けられて、それ足して8で、これで五時八教と言います。まあ、これも本当にある程度知っとかないと、やっぱり大勢の釈伏をしていく知識としては必要なところなんですね。五時八経、五時八経とは何かってバンと言われた時にスパンスパンってこの勘、にしてように答えないといかんわけですよ。いいか、答えられなきゃいかんわけです。で、を立てて一大仏教経典の内容をつまびらかにし、そこにおいてそれら一大仏教の位置と法華経との関係を明らかにすることであります。これが要は天台大師をにほど完璧な至極な一大仏教をこの統括してきちっと位置づけをされた、あらゆる仏教典をされた方はいないはずですね。いないと思います。それも明確にね、なんつうの、きちっとした文献が残っていてですよ。で、よく言うその天台大師が現れた時に南山北七っつって、まあそれなりにみんな一大仏教を自分勝手な考え方でその分析していたわけだね、共犯していたんだけど、それが、北側に、南山だから、北の方、中国の北の方に7つの考え方、だから南の方に3つの考え方で、まあ大くくりできる人たちがいたけど、天台大師が出現してそれら一切が並行したわけです。口を閉じた、つまり反論不能に陥ったってことなんですよ。で、それ以降天台大師のこの五時八経をね、本当にその、道理明確に、理路整然にこれ以上のものを立てた人がいません。なので我々は、まあ、もちろんだから大聖人様が天台大師のこの五時八経というこういう一切仏教の括りをまた基本にしてベースにして独自のさらに門弟下手仏法を開かれていくのは、まあ、当然御本仏様の御眼に間違いはないわけですけど、まあ、とかく今ネット上でそういうこの方々の腐った頭でね、うじうじ法華経を誹謗したり天台大師を誹謗したり、いろいろしてるものももうちらほら見受けるので、我々はやっぱりこういう五時八経の意義合いというものもある程度は勉強して、そういう者どもが何か言ってきてもあいつらは本意を知りませんから、そういう揚げ足取りみたいな、その本当に重箱の隅をつくようなことは言ってくるけども、王道としての本意を知らないから本意において破っていくっていう必要は大いにあるわけですよ。そしてここで初めてその法華経と一切仏教のこの位置づけと関係性というものがきちっと出たんですね。で、ごく簡単に言えばそういうようなことでありますが、それを非常に広く深く説かれているのが原義であります。したがって原義には法華経に基づく仏教の内容を縦横無尽に説かれておるのでですから、これにはあらゆることが説かれていなければならないのであります。要は一大仏教、法華経、妙法蓮華経を中心としたところの一大仏教をもう解き切ってあるであるから、当然一念三千っていう名前なりその原理っていうものも解かれてなきゃおかしいじゃないかっていうことなんですよね。けれどもその一念三千の名目というのは要するに名称でありますが、その名称としての一念三千ということは一体原義にあるのかないのかという質問であります。まあ
たった一行のあの御所の、原義に説かれておるかないかっていうあの一行に実はこういう裏があるわけですね、深みが。なのにどうして原義に あるはずであろうがどうしてない あるでしょうかって聞いてるのに、しかし原義実感どこを読んでみても一年三千という名目あるいはその義はない、確かにないのですと。したがって答えて曰く、妙楽曰く明かさずとおっしゃっておりますと。ここで妙楽曰くとおっしゃったのは、大聖人様がこれは決して私が自分勝手に言うのではないということです。御内証はご本仏ですけれども、一応下流は自動本部であり、まあ、これもいいですね。あのよくよく出るあのご訪問ですから、大聖人は、一応下流って意味は、一見したところあるいは外側のお振る舞いやお姿を見たところを一応あるいは下流と言いますね。これ下用じゃなくて下流ですからね。下流は、自動凡夫、凡夫と同じ気を示すっていうことで、我々凡夫と全く何ら変わらない、六道凡夫と全く変わらないんですよと。しかし御内証はその深いこの命の奥底のところはご本仏なんですよと。この御内証と下流っていう言い方ね、これも大事です。で、あの下流の方で言うと一応あの自動凡夫ですから、もう我々凡夫と全く何のこの差異がない、変わりがないことですから、名誉も地位もないような日蓮という一僧侶でありますと。ちなみにあの法然にしろ、それから弘法にしろ、まあ、弘法はそうでもないか、でもまあ、 あの大聖人様よりは位の高い家に生まれてるわけですよ。法然なんかは相当な位の高いところに生まれてる方だし、大聖人様はまさに御自ら仰せの通り千駄らがこなりっていう漁師の子供であるという意味においては、そういう下流の姿だけで言ったらどこの馬の骨じゃいっていうふうに、まあ、思われているお姿であるということを、ご自分もそれを十分ご理解された上で、あの私がそう言ってるっていうことは言わない、なるべく言わないんですよね。で妙楽大師という方が言ってるんですよと。そういうような僧侶が勝手に言っていることだとすればみんなが信用しないだろうが、妙楽大師という方がきちんとそのことを言っているという心で、ここに妙楽曰く明かさずと示されております。で次の御門ですね。